サンフレッチェ広島レジーナの中島由乃です。 Bリーグ上位進出へのキーパーソン、中島由乃選手。昨シーズン日本代表にも選出された新鋭アタッカーの武器とは、やっぱドリブル1対1。こだわってる点はちょっと相手のタイミングを外すことと緩急です。細かいタッチや大胆な切り返しを駆使する中島選手を WE リーグ公式 SNS が WE リーグの三笘と紹介したことで、これまで以上に注目を集めています。三笘さんみたいに上手じゃないんで、ちょっとびっくりしてます。なんかその凄技を体験してみることに。いきます。何が起こってるかわからない。もう一瞬にしてボールが消えました。相手を翻弄しチャンスを作り出すドリブラー中島選手の気になる勝ち癖は、部屋の掃除とかそういう感じですか。試合終わって帰ってきたらだらっとしたいんで、そのために掃除してるだけで、気持ちもあれですね、掃除したらやっぱなんか綺麗になるっていうか気がしてます。綺麗好きな中島選手にプライベートでも仲のいい滝沢選手から意外なクレームが。これ本人公認なんですけど、すぐよだれ垂らすことです。普通に喋ってる時とか笑ってる時とか、あとなんか何かに集中してる時、ギリギリで危ないってやってる時はめっちゃあります。滝沢選手からの垂れ込みで、よくよだれを垂らしてるって。最悪だ。知性たちに指摘されるようになって気づいたんで、よく言われます。また垂れてるよ。やばい、よだれます。試合中の印象とはまた違った可愛らしい素顔を見せてくれた中島選手。レジーナのドリブルクイーンが掲げる今シーズンの目標とは。チームとしては3位以内を狙ってるんですけど、まあ、まだまだ順位が下なので、3位以内目指して頑張るのと、個人的にも去年3点だったんで倍の6点は頑張りたいです。